旅館、水味噌。来たーおーあれ第一の時はこんな綺麗でなかったっていうかさ、もう、廃家になっとったわけやけんさ、廃家じゃない頃の水味噌に来たって感じかすみませーんおーはいいらっしゃいませ。予約したー、イムミですがー、 ゆめみ,みてる様とルな様ですね。遠いうところようこそおかしいかいますん、ね。早速、お部屋へご案内いたします。思ったよりいいとこだね。結構雰囲気出とんな。いい感じ。新設って言えば新設かもしれんけどさ、リフォームしてきれいに走っとる感じ。そうだな。おお、なんか味がある。なんか建物の感じに味がある。 見てお兄ちゃんお庭も綺麗だよ本当だパシ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 。見てとってるねこの旅館は村の者が交代で掃除をしているんですよそうなんですか何分娯楽も何もない村なのでこの旅館の仕事を集会場に使っているんですよそれさっしさっきタコロウさん という人から聞きました。そうですよ。本当に何ももらえ村ですが、夜になれば村のもは集まってきますので、賑やかになりますよ。へえ、楽しみだねあでもおっさんばっかだから、話とか通じなさそうだな。や,やっぱりいいや、私いいや。あれどうした、ルナ。 気づいとったよ。俺も気づいとったよ、実は。この三人の会話中、気づいとったよ。後ろにおるんよ。後ろにいるんだよ。ルナちゃんの頭はすぐ右上にいるんだよな。あそこ、誰かいるよ。夢見るルナは見た。影えほら、あそこ。怪しい人きをタッチしてください。 あれどこだろうなどこだろうなこの辺かなこの辺かな人影の人影って文字をタッチすればいいのかなそういう IQ サプリ的な問題かな違うよねこれだよねはい別のところタッチしたらどうなったんだろうあ行っちゃった恥ずかしがり屋なんだねあの人。いきなり BM ドーン的な。<laughs> キキが去ったように見えたけど、ドーンって言うた。ら何かがあがるぞ、これ。旅館の人じゃないのかそう。なのかなあ、これはあれか。千と千尋の神かしに出てくる顔なし的なやつか。いつの間にか外から中に入ってきとったパターンなんですか。ここ開けときますね、みたいな感じです。千 <laughs> 尋が言うやつやから。ここに来るまでに感じた視線のダリックが旅館の中まで入ってきたのか。一応、注意しよう。 ルナうんこちらでございますありがとうございます申し遅れましたが私はテラノと申しますなんかモブ級のキャラクターに一人一人ちゃんと名前が付いてんじ、ね、ゃ今作別にこんな人の名前なんか知らんでもいいのになって感じや <laughs> テラノさんねあの後出てくるんかな あ、でも何この、な、なんかすごいな。<laughs> この目の細さ。なんかすごい優しそうな人っていうかが伝わるような目のつき方。<laughs> 何かありましたら、ットロントまでご連絡ください。はい。ありがとうございます。と言っても、この部屋、電話なんかないんですけどね。へへ。夜の集会には、よろしければ、ゆウ様をご参加ください。みんなで酒盛りするんだよね。そうですね。 咳が好きなおとこばかいですがミミミ様にはジュースもご用意してますのでご案心くださいありがとうございますでは失礼しますねえねえビンゴゲームとかやるのビンゴゲームビンゴゲームとかやりたいんだけどビンゴゲームすいませんビンゴゲームやってないですガーンな,なんかすごくいいところだね 山しか見えないけど、どどかでいいとこだよ。結構涼しいし、来てよかったね。ルナ。お、なんこれ。田舎だな、おちゃくれ、てんてんてん、な、なんかどれも好感度上がらなさそうな感じだやけど。今いいとこだなって言うたのに、田舎だなっていう、なんかちょっと否定っぽい言い方言うのやめたやん、お前。 お茶くれってさ、そんなことはいいからお茶をくれ。お茶をよこせ、みたいな感じ。あと、てんてんてんでさ、ルナちゃんを無視するっても好感度も上がらんと思う。どれも好感度上がらねえだろう、お前。好感度。無視を下がる影響しかな見えなさそうなんだけどね。もう、どれも上がらなさそうだけどさ、もう、あえてさ、一番ダメそうなやつ選んだらお茶くれ。そんなことでも教えたらお茶をよこせ。お茶を出せ。ルナ、お茶を入れてくれ。喉乾いたんだね。お兄ちゃん。あれ好感食。 意外と好感触な気がする。お湯を沸かすから待っててね。ありがとう、ルナ。なんかコミュニケーションできてしまった。妹のコミュニケーションをかぐくんでしまった。やったーなんか一番ダメそうなお茶よこせみたいな感じじゃなくてさ。もう普通に兄弟のコミュニケーションだったわ。よかった。これ選んでよかった。一度、やることを確認しておこう。 とりあえず一番最初に Wi-Fi をつなげるかちょっと確認しておきたい Wi-Fi!Wi-Fi wi をつなぎたいんだ俺はネットが不明なのは嫌だ Wi-Fi をつなぎたいんだ <laughs> このゲームの目的を確認できます飛ばしてもゲーム影響にはの目的かあー村に来た目的家計の能力連動に見る夢これはもうそうだな ちょっと時間かかりそうだし、これまでの色欲、未熟だった人にとってはもう、多分見るまでもないような項目だと思うんで。すいません、飛ばさせてもらいます。行動から見てた人、ごめんな。もう、俺の過去に動画、色欲全部実況してきてるから、そっち見てな。もういいか。まだ考えるって何あ、戻ってくるだけか。よし、じゃあこれで。お兄ちゃん、この部屋、お水が出ないみたい。 そうなのか、んだと仕方ないまだペットボトルにお茶が残ってるからそれを飲もううん w i f i どこでなかった水止められてんのか水道代払ってないのこの涼感さてどうするのお兄ちゃん今のところ手がかりとなるのは写真をネットにアップした人を探すことだその人が失踪者なのか 何か事情を知っているのかわかんないけれど写真をアップすることでこの村に起きている何かを知らせたかったんじゃないかと思うんだなるほどその人もう夢に引きずり込まれている可能性はその可能性もあるなその場合は夢に入れる場所を地道に探していくことになるけど寺野さんに聞いてみる寺野さんそんなに知っとる人かな 旅館の人なら何か知ってるかもそうだな人魚の歌を聴き誘われてきたのならもしかすると高の旅館にも泊まっていたかもしれないなそれじゃ聞きに行ってみようレッツはホイ夢み怪しい声が聞こえてたよお前ああ とうとう、顔以外の部分も出てきやがったな、この野郎意外といい服着てやがったな、お前視聴者は見た夢、見てる。え、どこでその名前知ったんですかやめてください、人を変って怖いな、もう。やっと、見つけて。誰 どううーん、テラノさんに会いに行くんだったらフロントじゃないかなおった、テラノテラテラノテラテラノって呼んだろテラバイトテラノって呼んだろ略してテラテラノな何がテラバイトなのかは知らないすみません、テラノさん。はい、どうかされましたかんて言う <laughs> いきなりクレームから入るんやこれ水道が出ないでクレームから入るんじゃ <laughs> うんクレームしよう <laughs> え本当ですかまだ分かりません山奥ですぐに業者を呼べませんので食堂の水道をご利用くださいわかりましたああちょっとトラブルなんかな水道代払ってないわそういう問題じゃないよなさすがにご不便おかけします優しい人だあと写真これが本題 黒写真を、ネットにアップされていたんですがネットにいいですか誰が,誰が撮影したか分かりますかおそらく清水という若者が撮影したんだと思います清水清水さん最近この村にやってきた若者です私た,たちよりも情報機器に長けているので外部に漏らしたのでしょう 最近来たか。人魚事件のこと知って来たみたいな感じの感じがプンプンするな。清水さんはどこにいるんですかこの旅館で働いてるのですが、そういえば姿が見えませんね。えちょっと待ってそれさあさっきまで、さっきからちょいちょい薄ってくるあの青い肌の人あの人清水さんじゃないあえて実は普通に働いてるいい人とかそういう話じゃないのお前やっと見つけた みたいな感じね言おうけどさ、それでちょっとした演技とかそういう感じでさ、盛り上げようとか、この旅館の、旅館の客を盛り上げようとしてる時の人なんじゃないのみたいな。<laughs> 見た目で判断したらダメですよパターンか、これは。ま <laughs> さかにこれ、見た目で判断したらダメですよパターンのやつがの。そうですか。ゆめみさま、私がこう言うのも何ですかどうしましたここに来る客はみんなクソです。 清水には気をつけてくださいいどういうことえ少しおかしな性格をしていて私も手を焼いてるのですそうだよなもしあの青い人が清水さんだったら確かにそうだろうな <laughs> あんな周りくどいすごいなんか怪しそうな感じのことをして盛り上げようとしてくれるもの <laughs> おかしい性格としか言いようがないよなそうだとしたら何かあれば私が飛んでいきますんでわかりました いや、ちょっと、どう <laughs> でもいいけどさ、これもさ、さっきの青い人みたいに見えてきてしょうがないよな。なんか画面の端のあたりにさ、なんか青いものが見たらさ、本の、あ、また俺らあ、違うわ、みたいな感じになっちゃうよな、お前。違うな、これ。さっきの人とはまた違うような、この青いやつ。紛らわしいな、お前。端の方に青いもの出すな、お前。ん間違えても青いやな、お前。見てしまうう、そっち。テラノさん、怖い顔してたね。ああ。 どんてらてらのろうなテラテラの穴に怒らせる人か覚えいかなあなえー、と清水さんだったな食堂行こうここが食堂か大きいテーブルが1個しかないんだねもっと個別にテーブルがあるのかと思ってた本当に集会所として使ってるんだよな 夜が楽しみだねちょっとルナちゃんそんなこと言うたらそう,そういや嫌らしい意味に聞こえてくるんだ俺は俺にとっては嫌らしい意味に聞こえてくるんだんルナちゃんにそんな気がない言と方分かってるんだけど嫌らしい意味に聞こえてくるんだ俺がスケベな人間だからねそうだなそっけなかったてるくんはそっけなかった客間てるくんらがおるところの隣さらに隣そのさらに隣みたいなところかな別にお電話ある あれあれてるくんの部屋、電話あったっけな <laughs> 俺電話はないから電話はありませんみたいな感じのネタ入れてきたんやけどさっき。さっきてるくんの部屋では電話は見かけんかったっけどそういうネタ入れたんやけどこっち普通にあるんやな <laughs>。どうでもいいけど。なんか部屋の雰囲気が変わったような。ええ,え俺が近い人とし感じとったは電話があるかないかぐらいなんやけど <laughs> え。え空気が重い。ルナ何かした 窓が開いている。窓あ、ここまでちょっとなんか開いとるような感じがするな。でもこれはルナのせいにする。俺はルナのせいにするわ、お前。ルナー、部屋の中いじったいじってないよーどこ行ったんだ、お前は。あれ、その前にどこ行ったんだ、お前は。一緒にいないのか、お前。なんかちょっと遠くから結構てきた感じになってる。気のせいかな。ルナ、どこ行ったんルナ、どこ行ったん 青渡はこのイベント。ゆめみ…え、誰か呼んだ誰か、ゆめみて。ゆめみ…あああゆめみてる。だ、誰ですかこの服装、さっきの青い人 お前、自分の方が、彼女にお似合いだと思ってるんだろう。あ寺野さん寺野さん頭おかしい人が来たんですけど、飛んできてください寺野さん寺寺野寺野さんえあお,おいその、おい首の傾けだぞお前 <laughs> イケメンな自分の方が、彼女にお似合いだと思ってるんだろう。 思ってるんだろうやべ <laughs> わあこれ自分の顔に自信がないからイケメンに嫉妬してるタイプの人間だリアルの俺だこれななんだこの人ルナの前でやめろちょっとルナを守るような感じで誰だか知らないがルナの前でそういう話はやめろよっしじゃあこれで好感度上がるわこれでちょっと好感度上がるでしょ彼女って誰 ただでさ、ヤンデレで大変なんだぞねえ彼女って大丈夫だろうねえルナちゃん、そこがあんまかん、そ、そこを反応するな。とぼけるなよ、お前ら。お前も歌に誘われてきたんだろう。歌お前もって。清水おやさまに何してるんだ寺野さん。 もうすぐだもうすぐ静江に会えますよ。清水静江静江って誰やったっけそんな名前の人を加工作におったかなだかってポキじゃねえよお前。 ポキじゃないよお前、その顔やめろお前お <laughs> その顔やめろお前お前ちょっとこれまでさ、ひどい、こう、色欲のひどい顔ランキング1位ってさ、ゆりさんだったのにさそう、さらに上が出てきてたよもう、お前 <laughs>、ね、上位にランクインしてきてな、ね、いお前ゆりさんより、ね、ひどい顔を見せる人出てくると思んかったじゃないお前 <laughs> 適度にひどい顔やもんなリアルに合いそうなひどい顔やもんなお前のお前 ヒテラの線僕はね、あなたを出し抜きましたよ。僕は彼女の目に選ばれたんだ。清水、何を言ってるんだもう彼女は寂しくない。全国からもっと男たちが集まってくるよ。清水、お前が写真をアップしたのかどうしてそんなものを。ポキじゃないんだ、だから、ポキじゃないんだ、お前は。だって、<laughs> 彼女がアップしろって言うから。 もういい玄関の掃除でもしてこいお客様の無礼は許さんはーい絶対掃除しないわこれ。何ですかあの人。申し訳ごありません、弓水様。清水はこの予感を手伝ってくれてるのですがあんなことを言い出すなんて前はあんな感じじゃなかったんですか あのポキポキ言わせあ、ちょっと関節ポキポキ言わせよ。どうにかなりませんかマナー的に。もう雰囲気悪いですよ。はい。どうしたって言うんだユミー様、もうしはありません。私から謝罪いたします。いやいやテラ・テラノさんが。テラ・テラノさんが山のことじゃないですよ。もうあなたは優しい人だって分かってますから。はい。いいですから。もう大丈夫ですから。いえ、テラ・テラノさん、いいんです。一人より。 静江って誰です静江。静江って動物の森誰本当に誰俺、過去作にも出てきてないよね、あの人。誰それは、私の昔の嫁ですとか言うじゃないだろうな、お前。ゆめみさま。あとは人形を探しに来られたのでしょえ このオズボラ村ラを訪れる皆さんは、しきりにこうお口にします。人魚はどこだ、と。寺野さん、人魚のこと、何か知ってるのですかこの旅館に人魚にまつわる場所があります。よろしければ、ご案内しますよ。おう。行こう、お兄ちゃん。ああ。 手掛かりが見つかるかもしれない。ふっとったんでやってる当ての農さん。